1200年の歴史を持つ都市京都には毎日大勢の観光客が訪れる。中でも金閣と銀閣は多くの人に知られる名所であろう。その金閣と銀閣はどちらも室町時代を代表する建物である。室町時代とは一体どのような時代であったのか。金閣は室町幕府第三代将軍足利義満によって建てられた。義満は有力な守護大名を潰し、南北朝の合一を成功させ最高の地位を手にする。明からは日本国王と呼ばれ、足利幕府の最盛期を築いた。一方銀閣は第八代将軍義政により建てられた。政治を嫌う義政は飢饉が起こっても民衆を助ける対策をせず、美術品を眺め茶を飲み気ままな暮らしを送る。民衆は団結し激しい一揆を起こす。日本は戦国の世に突入していく。金閣と銀閣はこのように激しく変動した時代を今に伝える建物なのである。鎌倉時代、源氏の将軍が三代で耐えた後、頼朝の妻政子の実家である北条氏が実権を握った。北条氏による専制政治が続くにつれ、御家人たちは反発を強めるようになっていく。また悪党と呼ばれる朝廷や幕府に従わない新興武士団が全国に出現し、政権の基盤を揺さぶるようになる。このような背景の中、1318年に名君の聞こえ高い大覚寺統の後醍醐天皇が即位する。その当時朝廷は持明院統と大覚寺統に分裂し、皇位継承をめぐって激しく対立していた。幕府は両党が交互に即位する形を決め、後継者選びに干渉する。それを屈辱と感じていた後醍醐天皇は、公家による政治を取り戻すために森吉親王や幕府に反感を持つ悪党楠木正成などの力を借りて倒幕の火の手を挙げた。それに驚いた幕府は足利尊氏に後醍醐天皇追討を命じた。しかしかねてから兵士の子孫である北条氏に源氏の流れを汲む足利一族が従うことに不満を抱いていた尊氏は、北条を見限り天皇の側につく。尊氏の反逆が伝わると、待ちかねたように各地で倒幕の戦いが起こり、1333年5月北条高時と一族は自害し、鎌倉幕府は滅びたのであった。その後後醍醐天皇は京都に戻り、天皇を中心とする政治に向かって次々と新しい政策を打ち出す。これが建武の新政と言われるものである。しかし恩賞は公家に厚く武士には薄い不公平なものであった。恩賞が目当てで倒幕に加わり、苦しい戦いを重ねてきた武士たちには不満が募っていく。また高い位の役職に足利一族を入れてもらえなかった尊氏も不満が強かった。諸国の農民たちも重税を課せられ離反する。そこで天皇の権威を高めることによって世の中に満ちる不満を抑えつけようとした後醍醐天皇は、新しい大内裏を作る計画を発表した。しかしそのための費用は
全国の武士や農民に負担をかけた。ろくな恩賞もくれない上にひどい仕事を押し付けるとは何事かという怒りが武士たちの間に一気に高まることになった。政治の混乱は世の中全体を混乱させる。京都の二条河原にはこの頃都に流行るものは夜討ち、強盗、偽臨時、飯うど、早馬、空騒動と兼務の神聖の瞑想ぶりを風刺した落書きが掲げられたという。多くの武士たちの間で天皇や国の政治ではダメだ、武士全体の利益を守ってくれるのは足利尊氏の他にはいないだろうという機運が高まっていく。まもなく信濃に落ち延びていた北条高時の子時行が残党を集め鎌倉に逆襲した。この事件は武家政治復活の機会を狙っていた尊氏を立ち上がらせるきっかけとなった。尊氏は朝廷の許しを待たず軍を引き連れて鎌倉に向かい、瞬く間に奪い返してしまう。そして京都に帰らずそのまま鎌倉にとどまり、味方してくれた武士たちに恩賞を与え始めた。尊氏が再び武家中心の幕府政治を目指して天皇の敵に回ったのである。尊氏の反乱で全国の武士たちが決起し、日本中が混乱に陥った。この急を聞いて後醍醐天皇の信任厚い奥州の北畠顕家が大軍で京都に上り、尊氏の軍と戦う。敗れた尊氏は一旦九州へと逃れるが、体制を立て直し九州四国の武士を味方にして朝廷軍を破り京都に攻め込んだ。後醍醐天皇は比叡山に逃れ、兼務の申請はわずか2年ほどで崩れてしまったのである。尊氏は1336年持明院統の光明天皇を即位させ、京都に足利氏の幕府を開く。室町幕府の始まりである。一旦は光明天皇に上位した後醍醐天皇であったが、やがて吉野に逃れ、我こそ真の天皇であると宣言し、ここから臨時を出したのである。こうして京都の北朝と吉野の南朝の2カ所に朝廷が生まれる。南北朝の争いがこの後約60年間も続くことになるのである。それは朝廷が2つに分かれたというだけではなく、その家来同士で領地を奪い合って対立が続く時代なのである。足利幕府の初代将軍尊氏は1358年に亡くなり、1367年には二代将軍義明が病死する。その後を継いだのが室町幕府の最盛期を築いた義満である。義満は京都の室町に新しい屋敷を建てて将軍の権威を見せつける。以降幕府の政治はここを中心に行われるようになる。義満は栃木と山梨の2つの有力な守護大名を潰すことによって将軍の権威を大いに高める。その勢いに乗って1392年には義満の説得で南朝の五亀山天皇が北朝の五小松天皇に三種の神器を譲ることにより南北朝を合一させる。南北朝の騒乱もようやく静まり、将軍職をこの義持に譲った義満は
太政大臣という朝廷の最高の立場に立つ、法皇に準ずる国政全般の頂点に立とうという意図に出たものであった。1397年、義満はその権威の象徴として北山山荘を造営する。一層が神殿造り、二層は書院造り、三層は禅宗風と、三つの建築様式を見事に調和させている。自分は公家、武家、僧侶など全ての者たちの上に立ち支配したいという義満の考えを表すのにふさわしい壮麗さである。この時期の文化を義満が作った北山山荘にちなんで北山文化と呼んでいる。義満は派手好きな性格で、暮らしぶりは公卿と同じようであった。和歌を読み、蹴鞠、花合わせ、笙を奏でることなどを器用にこなした。その義満が特に好んだものの一つが能、狂言であった。もともと農村の神事などで演じられていた田楽や、宮中の余興として演じられた猿楽に演劇的な要素を取り入れたのが猿楽能である。この頃、観阿弥世阿弥という親子の名人がおり、義満は二人を熱心に応援した。そのためもあって猿楽能は能狂言にまで高められ、日本を代表するような芸術にまで洗練されていったのである。特に世阿弥は風刺歌伝という極めて優れた能楽論を書き残しており、今日にも大きな影響を与えている。1401年、義満は中国の明との貿易を始める。そのきっかけとなったのは倭寇と呼ばれた日本の海賊をめぐる問題であった。北九州や瀬戸内海沿岸の武士団や農業民たちが朝鮮半島や中国に取引に出かけ、それを断られると暴力を振るうようになったのが倭寇の始まりだと考えられている。朝鮮の記録によると、倭寇は時には200隻もの船団を組んだという。彼らは沿岸の村々を襲っては、船や食べ物を奪い、家を焼き、人々を連れ去った。いつ襲ってくるかわからない倭寇に、沿岸に暮らす人々は大きな恐怖を味わったのである。明の皇帝は義満に国書を送り、倭寇の取り締まりを要求した。義満は貿易の利益を得るために倭寇の取り締まりを強化し、以後倭寇の活動は次第に収まる。1404年には日本国王の印も皇帝から義満にもたらされている。ついに義満は日本の主権者たる地位を明から保証されるまでに至ったのである。明との貿易で幕府にもたらされた利益のうち一番大きかったのは、明の皇帝から与えられるたくさんの銅銭であった。その当時、日本では国内で貨幣を作っていなかった。民衆は欲しいものを物々交換などで手に入れていた。やがて商業が盛んになるにつれ、庶民にも貨幣が使われるようになると、明から輸入した銅銭は幕府に莫大な利益をもたらすようになったのである。1408年、後駒天皇が出席する中、息子の義継の元服式を代理で執り行った直後に、
義満は病気であっけなく生涯を閉じる。51歳であった。1976年、朝鮮半島南西の海中から一隻の沈没船が発見された。発見された木簡から、この船は東福寺が荷主で、1323年に中国の港から日本に戻る途中で沈没したものであることが分かった。船蔵には陶磁器が1万8000個余り、銅線800万枚など大量の貨物が積み込まれていた。このことから、当時の列島社会ではかなりの数の貨幣が流通していたことが推測できる。話は変わって、その頃琉球、現在の沖縄県地方では中山、山北、山南の3つの王国が栄えていた。中山王サットのもとに1372年明からの使者がやってきた。サットは明に従うことを誓う。その後、中山は東南アジアの貿易でますます発展することとなった。やがて琉球は1429年、中山王昭和氏により統一され、琉球王国となり、第二尚氏王朝の昭清の時代に最も栄えることとなるのである。琉球王国の交易の範囲は、北は列島や朝鮮半島、南はシャム、マラッカなどの東南アジアの国々に及んでいた。明代に琉球から中国へ渡った使者は171回を数え、日本の19回を大きく上回る。資源の乏しい小国が列強の圧力に立ち向かうための生き残りをかけた事業だったのである。室町時代は交通の基礎が作られた時代である。船を使った海上交通が盛んになり、日本中にたくさんの港町が生まれた。当時大きな町といえば、京都、鎌倉、奈良くらいのものであった。しかし、室町時代も半ばを過ぎる頃になると、地方でも市が開かれるようになる。やがて定期市が開かれるようになり、さらに毎日開く店が立ち並ぶようになり、各地に町が誕生していった。多くの物資が売買されるようになると、それを運ぶことが必要になり、物資の運送を専門にする問い丸や馬借という業者が現れた。そして庶民の間にも貨幣が使われるようになり、年貢も品物を市で貨幣に変えて納めるようになった。品物を担保にお金を貸す金貸しなども現れた。それまでは漁師のためだけに物を作っていた大工、鍛冶屋、染め物屋などの職人たちが、庶民のためにも物を作り売るようになった。商人や職人たちは座という同業者団体を結成し、価格や課税について漁師と交渉し、自分たちの利益を守るようになる。中世の町の人々の暮らしぶりを現代に伝える遺跡が発掘再現されている。広島県福山市芦田川河口の草戸千年町遺跡である。
1673年の大洪水で川底にうずもれていたのを昭和時代の初めに川の改修工事の際に発見された。草戸千軒は瀬戸内海に開けた港町だったと考えられる。小舟が通う運河があり、市場や倉庫があった。無視や鍛冶や細工師などの手工業生産に従事する職人もこの町を活動拠点にしていた。また金を貸して利子を取る金融業に携わる者もいた。商取引の際には木管が盛んに利用されていたようである。多数の木管が出土しており、活発な商取引があったことを物語っている。その他全国各地の中世陶器も出土しており、中国、朝鮮、ベトナムなど海外で生産された陶磁器も盛んに輸入されていたようである。出土した多くの遺物から当時の海上貿易の広い流通網をうかがい知ることができる。室町時代は桑を使った牛馬工作や稲の品種改良、灌漑設備の著しい発達により農業生産力が高まっていった時代でもある。1420年、四代将軍義持の頃に来日した朝鮮の使節は、今の兵庫県尼崎付近の村の様子について次のような記録を残している。ここでは秋に麦を育て、春に取り入れる、その後に稲を作り、秋に刈り取るなど1年に2回も作物を作っている。驚くべき農業の進歩である。また日本では水の勢いを利用して水車を使っている。これは人力で回転させる朝鮮の水車に比べてはるかに能率の上がるものだとも書き残している。かつては荘園漁師の言いなりになってきただけの農民たちであったが、僧といわれる共同組織を作り、自治能力を強める。僧の人々は鎮守の森などで寄り合いを開き、村の秩序を保つための掟を定めた。掟はそれを破る者には追放や死刑を迫る厳格なものであり、そのために結束が強まった。領主があまりひどい年貢を要求したりすると、年貢を減らしてもらう交渉をしたり、武器を取って戦うようになっていった。1428年には象徴の土一揆という大きな一揆が起こっている。農民たちは生活苦に耐えかね、借金を帳消しにする特政令を幕府に出すよう要求した。そして氷菓子を襲い、七物を取り返したり、借金の証文を破り捨てたりした。日本開闢以来初めてといわれる大規模な一揆であった。現在の奈良市柳生街道に一揆があったことを記す文字が刻まれた地蔵尊が残っている。一揆はその後毎年のように各地で発生するようになり、支配者層に大きな衝撃を与えることとなるのである。義満の死後、政治は守護大名たちの合議制で行われるようになっていく。そのため政治を顧みない無責任な将軍が生まれやすい体制になっていた。八代将軍の義政も煩わしい政治の世界から離れ、自分好みの静かなところで暮らしたいというのが何よりの願いであった。
義政が身近に集めたのは芸能、作庭、美術品の制作、茶の湯や生け花などそれぞれの分野で優れた才能を持つ道房衆と呼ばれた人々であった。義政は政治に関しては失格者であった。しかし文化の面では優れた能力を持っていた。自ら指導して苦労して完成させた東山山荘にはそれまでにない新しい試みがされていた。東山山荘には書院造りの部屋がある。書院造りとは床には畳が敷き詰められ襖による間仕切り、書物や文房具を置くための違い棚、美術品を飾るための床の間などが設けられた造りのことで、この造りが現代の和風住宅の原型となっているのである。この書院造りの広まりとともに書院の間に集まった人々が掛け軸や美術品などを鑑賞し茶を飲むことを楽しむようになっていく。床の間に花が飾られるようになると、やがて池坊千景により立花の様式が整えられ広まるようになっていった。このように花を飾り茶を飲む今日の私たちの習慣が書院造りの住まいの中で育ち、日本独特の伝統文化として現代にも受け継がれているのである。1459年、義政23歳の年には天候異変が続き、3年にわたってひどい飢饉が起こった。飢えや伝染病に苦しむ人々が都に続々と集まり、死体が山になって鴨川の水がせき止められたという記録が残っている。それにもかかわらず義政は屋敷の改修工事に夢中で、民衆を救済する政策を立てようとしない。幕府に対する民衆の不満は募る。当然幕府の財政も不安定になり、政治は混乱する。幕府は政治理念を持たぬまま権謀術数のみを生み、各地の豪族も私利私欲しか考えないようになっていった。当時幕政は四国山陰に8カ国の領国を持つ細川勝元と、7カ国の領国を持つ山名持豊の2大守護大名が主導権をめぐって対立していた。そのような背景の中、1467年将軍の後継者選びをめぐって義政の息子義久を後見する山梨と、義政の弟義見を後見する細川氏の争いが起こる。応仁の乱の始まりである。二大勢力は競って全国の諸大名を味方に引き入れた。全国の武将たちは細川方の東軍と山名方の西軍に分かれて京都を舞台に戦った。天皇から足軽まで世は自己保身と、あわよくば権力を自分のものにするという欲望だけが国中を駆け抜けていく。足軽たちは今日は味方、明日は敵というように主人を変える裏切り行為なども平気であり、刀や薙刀を振りかざして放火略奪を繰り返した。両軍の総大将であった細川勝元、山名持豊が相次いで病死したこともあり、戦いが始まってから11年も経った1477年にようやく両軍は講和し、長い戦いはどちらが勝ったのかもわからないまま終わった。京の町は焼け野原となったのである。
が収束しても地方に散った人々はなかなか京へ戻ってこなかった。わずかに京に残った人々は両軍の陣地の後に粗末な小屋を建てて住んだ。この応仁の乱は室町時代の政治、経済、文化のすべてが理念をなくした結果起こった乱であり、その後の社会を大きく変える出来事であった。社会の秩序は乱れ、取り締まる力のない将軍や朝廷の権威は全くなくなった。人々は新しい価値観を求めて行動し始める。戦いは地方へと移り、力のない守護大名は力のある家臣にとって代わられるようになる。下位の者が上位の者を実力で倒すことを下克上という。この後100年余りにわたって続く戦国時代の始まりとなったのである。